はい、今回トヨタランクル250ガソリンモデルの方ですね、 VX 見積もっていって、オセノプション関連ね、キャーコンソーバサ新納期について紹介していきます。 VX に関してはガソリンとディーゼルの設定があってですね、でグレード変更でガソリン車の VX 一番人気ですね、545万、ディーゼルの VX と比較して85万ですね、安くて直用 2.7 リッターですね、ガソリンエンジンオートマ4駆斜め乗車で、だからガソリン車に関してはもう3レシート斜め乗車の設定しかなくてですね、で燃費が 7.5 キロパリッターですね、ボディカラーガソリン車 VX 3色、一番人気がブラック、料金かからなくて、2番目人気が新色アバンギャルドブロンズメタリック、これも料金かからなくて、プラチナホワイトパールマイカだけですね、33,000有料色でブロンズで、インテリアカラーに関してはブラック、シート表皮はホンガーシートですね、でオプション類、まずはエクステリアカラーで、ドアハンドルプロテクターの方ですね、モデスタのパーツ、今回こちらを選択して、ブラックの方が見当たらなさそうなんでブラックを選択、 LED フォグランプ、バルブ、ナンバーフレーム、デラックスが安いですね、前後つけて、ドアエッジプロテクター、樹脂、浸水ドアミラー、プロテクションフィルム、トレーラーヒッチ、ヒッチメンバー、これに関してはトイングパッケージ込みですね、生のセメイクアプション、ギアスポイラー今回つけて106,700円、ギアバンパステップガード、ここら辺つけたらかなり価格が高くなってきますけどね、モデスタのパッケージがあってですね、今回個別でサイドバイザー26,400円、マットフランプ今回はつけずにですね、ヘッドランプ真上、 VX に関してはですね選択できて、納期は遅れるみたいなんですけどね、205,700円、ルーフレールレース 19,800円、安くなるだけで、インテリア今回こいつでつけていって、マットロイヤルが63,800円、ラグジュアリーが42,900円で、両方ともですね高級そうな名称で、安い方ラグジュアリースカフイルミがあったんで、さっきの方ですねフィルムつけなくて、47,300円、インテリアイルミがホワイト28,600円、ラケチフルカバーセット、まあサイドとあとジアシート背面もですね58,300円、ちょっと高いですけどね、こちら選択して、でプレミアムクーラーボックス、ベージュとブラックがあってですね、41リッターでブラック、インテリアカラーがブラックですからね、でインテリアイルミ、インパネ部分78,100円、アイア赤外線カットフィルム、デジタルインナーミラー付き、ダークスモーク53,900円、サンシェードモデスタですね、
24,200円、まあ、つけといて、エアスリープマット車中泊向けですね、つけといて22,000円で、盗難防止機能付きナンバーフレームデラックスで、ここら辺もつけておいた方が盗難防止ですね、いいんですけどね。カーカバー29,700円で、デジタルキー33,000円、スマホで開閉できてですね、プロジェクションカーチシールミ、こんなデザインですね、29,700円。バックドアランプ、トヨタにして安いんですよね、車格的にも安くて38,000円。リモートスタートプラスサポート用スマートキー15,400円で、LED スマートフットライト41,800円で、トヨタチームメイトアドバンストダイブ、ドライバーモニターカメラ、緊急出動ダッシュ円、フロントクロスターフィックアラートレンチェンジ、まあこれはつけておいた方がいいですよね、95,700円で、メイクオプションなんで、でナビソモーターがあって、オプション確定で、内訳車両本体 VX ガソリン車545万、オプションはですね948,420円、これだけつけてメイクオプション込みですね。で、税金消費用は高めですね、359,430円、まあ、希望ナンバーとか OSS 申請代行費用 ETC セットアップ、あと保証がつくしプランですね、11,000円込みで、やっぱり納期としては1年前後ですね、まあ、早い方だったらもう今年に納車されるんですけどね、やっぱり来年の3月4月納車っていう方が多いみたいで、抽選通った方ですよね。まあ、結構条件が多いみたいで、やっぱり頭金だったりですね、今まで購入利益とか、まあ、そこは販売店によって多少違ってくるみたいですけどね。あとはリース制とかですね。で、値引き額の相場ほとんどなしっていう店舗が多いみたいで、でも中にはですね、やっぱり5万とか10万とか10万弱っていう方もいらっしゃるみたいですけどね。まあ、そういうのやっぱり10万切ってる店舗が多いみたいですね、逆、まあ、ほとんどの店舗もなしですよね。で、車本体プラスオプション諸経費込みで総額250K、ガソリン車 VX 675,750円ですね。まあ、これにコーティング延長保証メンテパックとかつけていけばもう700万超えてきて、まあパワー面とか維持費を考えたらやっぱりリーズの方がいいんですけどね。使用燃料軽油ですし、燃費自体いいですし、はい、今回ランドクルーザー250ガソリン車 VX の方を見つめながら、汚染のオプション関連の影響は今相場最新納期について紹介しました。